映画とか。それ寒いでしょ。ちょっと寒いですよね。ちょっとそうっすね。ちょっとすごいの。人でも。ちょっと待って。まあ、後で YouTube 見たらこう井上さんの震え具合とか分かったわかると思うね。旦那さんのやつメガネとか使う人多いんですか。メガネはいませんね。なんで、うん、旦那さんは。もうメガネはない。旦那さんは。どっちの旦那っすか。俺もう裸眼です。コンタクトなし。手振ったっすか今。いや、いやどちらでもいいんで、あれやったらこれあげます。いや、どちらでも買うんですよ。どちらの旦那さんも。あ、ハズキルーペって書いてある。え？書いてある？いいと思ったんすよ。真面目か。あ、似合うね。透明性も高いでしょ。確かに透明や。でしょ？今までのサングラスのように、とは全然、サングラスとかグラスとは全然違うでしょ。似合うね、こうね。反町隆史も。違うんですけど。あ、つけてないみたい。でしょ？それプラスでもう一つあるのが、目に対して直撃してくるライトとかの、影響あるじゃないですか。太陽とかの影響、うん、それを全部弾いてくれる。だから目に対する疲れが全然違うんです。俺家に6つあるんで全然あげても構わないんですけど。眩しい。それが眩しいです。それが眩しいです。で、それ、これを直でこう見た。あっち、あっち、あっち。てこれ上こんな暑いんか。これをこう見るじゃないですか。山岳救助隊。それ知らんぞ。ここ触らんでしょ。暑いに決まっとけ。ここ触ったんですよ。いや、こんな暑いと思わんかったんすよ。いや、伊藤さんやばいっすね。もう誰がどう見ても暑いとこを触って。ここはこんな暑いと素人としては思わんすよ。素人としてはこのライト素人としては思わんでしょ。ああ。こう目で直で見よるじゃないですか。見よったらこのライトがもう目がちょっと痛くなってくるじゃないですか。そういうとこも今のとこスローで使わせてもらうから。あっちあっち。あっち。いやいや全然大丈夫ですよ。なんかまた効果あるだろ。いや、こういうの大好物ですからね、旦那さんが。確かにね、これつけてないみたいな透明度です。透明度であり、なおさら本当よ、つけてないでしょ。全然つけてないみたいでしょ。で、見えるいや、つけてないみたい。で、その光のその軽減率ですよね。お私コンタクトしておく。いや関係ないよ多分。関係ないよね。しばらくびっくりするのがその透明度ですね。透け具合。ああ確かに。そうやろ。うん、うん、それ一つね大体ね9800円。ほらあとそのライトっすよね。ちょっとライトを見たい俺。いやライトに対してはちょっと眩しいと思うやろうけど。でも岩井さんちょっとこの辺触っとってもらっていいですか。え、何？熱いって言って。シャーシャー。さっきどこと触ったんですか？ここ。あ、じゃあ、この辺触っとってもらっていいですか？ライトに対する UV とか、まあ、ライトに対する、こう、圧に対する、疲れを減少させる効果も、やってるし、まあこれが言うたら自衛隊の日本でやったら自衛隊の駐屯地でしか販売してない。へえ。それをうちら山岳救助隊では支給品にしよう。へえ。1年に1回支給されるけ。あ、ハズキルーペって書いてある。やけん、まあとりあえず家には一応6個ある。じゃあ今度井上さんとこお家に行こう。みんなで、うん、ここは200m。あ、200歩じゃないですか。200m。メートル200ですね、まあまあ。200〜300m。奥さん聞こえ。はいって言ったら怖いよ。うちの家の窓ガラスがこうついて、窓ガラスの厚さが4センチある。一応、その、予防的な。防弾の予防的な。防弾の予防で4センチの厚さ。その足屋の基地が近いところじゃなくてですか？違う。身元が。殺害の
ったら身元が割れたらいけんけ。完全に割れてますよ今。襲撃するから全然してくれ。いや、さすがに井上さんでも俺らが3人束になってかかっていたら勝てんでしょ。いや、勝てん。いや、勝てんと思うよ。だって熱いって言ってやってみる。え、じゃあやってみますか。私はもう無理やもん。いや、まず俺がこうランタンウィーってやって熱々って言うときにどうします？前田さん。じゃあね、戦いの戦法、ね、俺はね、多分黙って、うん、この火を消して喋り寄ったら多分死ぬと思う。なるほど。いや、そのままに。なんで勝ってたら井上さんは自らこれくべたもん。その前に火を足してしまったもん、ね、主殺す。主殺って知ってますか？分からん。手で殺すって。ああ、あ、え、多分この火が、火が消えたら、うん、消えて、あの、こう襲ってきたら、うん、主殺できるんですね。そのさっきの指3本とか、やけ、一人だけで襲ってきたら全然、あの、まあ、締め技の殺し技があるけ。なんで俺ばっかりみたいな。こっちが襲ってくるよね、横ばっかり言うけんすよ。そうよ、コモが言うけ。だけどもう、全然人を一人あやめぐらいやったら、あの、10秒かから。あ、まあ、俺もあやめたことがないわけではないですけどね。俺もこう、2本で。日本どうやって黙れ黙れ黙れ。人は舌を噛んだぐらいじゃ死にませんから。分かった。舌を噛んだり舌を抜いたぐらいじゃ全然死にませんから。詳しく言わないけんかな。お願いします。黙れ。俺はもう指2本でいけませんね。自分で笑ったらね。だね、もうそれはね。完全に白けどや。今のここの3人ががっつり本気で襲ってきても、うん、1分あったら全員を殺せるぐらいの勢力。何秒ずつぐらいですか、ちなみに。勢力20秒ずつぐらいですか。20秒ずつと、ちょうど1分ですね。まあ、20秒も1人かからんかもしれないけど、これは予想外の攻撃を俺ら仕掛けたら、うん、多分井上さんびっくりするんで、うん、びっくりするより、あの、俺は全然大丈夫ですけど、今の状態で仕掛けられたら他の人間がおるけん、他の人間が対応してきます。じゃあ俺は山から降りてくるってそれは勝てんやろ。人間のね。で、もしうちらその一人がもし傲慢ですね。特殊救難信号をもし出された場合、自衛隊のヘリに戦闘機入れますか。まあ、それはちょっと話が大きくなる。1対3の場合。そうね、それでもう普通に1対3の場合やったら一人20秒もかからずに殺せます。じゃあ井上さんのこう予想できん攻撃を俺らが仕掛ける可能性もあるじゃないですか。あの、全武術、全攻撃に、全武術とかボクシングとかそういう関係に対して俺らは共通しちゃうんで。分かった。井上さんちょっと聞かんでくださいね。俺はじゃあ右の膝をこちょこちょします。そうします。こちょ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 。で、ゾワーってなってる間にどうします、前田さん。俺は頭をバーンって叩いて、おめえ寒がってんなっつって。あの、今の2つの声から言ったら、あの、コチョコチョされた時点で寒いのかっつって、コチョコチョされた時点で、すいませんね、ここに、ここのとこに対して膝蹴りを思いっきり食わします。それをしたら意識を失うんで、そっからこっちは、あの、寒がってんなって言われたら思いっきりここに対して、あの、日本でちょっと言います。手の届かんようにこうします。こうします。手が届かんようにパワーを振り。ちなみに言ってますけど、言っときますけど、両手を後ろで結束バンドでつながれても、俺ら、あの、前にやって、その結束、あの、バンドを、あの、のけれる意欲、のけるぐらいの勢力を持ってますから、そっから、この状態で、この状態からまたの間に入れて、そこから、あの、足を一本ずつ抜いていったら、うん、全然、それで前に持ってくるじゃないですか。前に持ってきたら、あとは、あの、この紐、あれじゃないですか。それをのけて、その紐を、あの、両足につけて、両足をガーガーガーって、あの、まあ、両足グーってしたら、その熱で、この結束バンドが切れてしまうわけ。それをして、え、どうですか？この状態で、こうして、
こうやって前に持ってくるやん。だけ。両手を前に持ってくる。持ってこれるやん。こう結ばれとっても。今ちょっとヘイ超えたでしょ。超えてないですよ。なんだヘイ大将みたいな。やり合いを。もう一本もらってる。ここまで行かなきゃいけんってことですか。そう。ああ、それが無理なんかな。そういう教育課程を受けてない人からしたら、もうほんまに厳しいことですね。へえ。俺あんなん好きでやったんですよ。スパイが手錠外すじゃないですか、クリップで。あれ、スミス&ウィッソンの手錠を買って、やってみたんですけど、30分ぐらいしたら、なんとか外れるんですよ。コツがわかるんで、クリップでも。アメリカの、あ、すいません。もう入れた方がいいですね。そうなんや。アメリカの手錠あります。あれでもクリップで外せますから。親指を。いや、このタイプでも全然クリップで外せますから。へぇー。あ、結束バンド持ってきてばよかったな。俺ちょっと自分でやってみたいわ、それ。それ、こういう状態ですか、後ろで。でも今、こういう状態？今結束バンドで購入するじゃないですか。結束バンド購入するじゃないですか。今、100均とかで全部強制になってますけど、結束バンドを購入した段階で、その人の顔を防犯カメラで、2年間残しておかないと。あ、そうなんや。で、残しとくことによって、俺、車やけめちゃくちゃ買いますけどね。いや、だけど、なんもなかったら別に関係ないけど、なんか事件があった時に、それを即対応される。うん、こうなっとった状態で、こう来るわけですよね。そこから足を一本ずつ抜いていく。できる？抜けんことはないです。ああ、でも、手首がギュッと締まっとったら、なかなかちょっと厳しいかもしれないですよ。現実。柔らかったら大丈夫。柔らかったら全然抜ける。ロープ。いや、これでもハンモック用なんで、400キロまで耐えれますから。じゃあやりましょうか。やりましょうか。これ、切る。結んであげましょうか、全然。いや、ちょっと、こう切るのはもったいないんで、このまんま、なんか使えませんか。ああ、全然結びますよ。結びますよ。こっから。こうですよね。後ろですよね。後ろですね。左の方。いや、俺、こういうの好きなんですよ。だから、ちょっと許可いただいていいんですか。軍隊流でいい。軍隊流でいっていい。了解です。完全に。ちょっとほんまもう、軍隊流の決まり方。軍隊流ってどういうことですか。いかそうです。軍隊やん。こうっすか。こう。いや、もう全然、その体勢で構わんすよ。その体勢から、こっから。あー、でもやっぱ、待ってください。これでもきついな、もう。まだ何もしてないんですよ。こっから、ちょっとこっちの手ですね。で、こっから、こう。で、いいか。これじっとしとけっていう、やつですよね。そうっすね、一般的に言ったら。いや、大丈夫ですよ。手開かないの。今、言ったんですけど。あーん結婚結びだ。痛い。いや、結構緩めに結びましたよ。あ、これ完成ですか。完成です。完成。あ、でも、あ、こういうことか。ここのこうギュッと締まってないですね。ここ。そうっすね。手首と手首。大体締めんすよ。締めてしまったら、人の血管が詰まってしまって、それで手から向こうが使えなくなったら。自衛隊からしたら、相手をまあ、簡単に言ったら制圧的な状態をしてしまった。なるほど、マルさん、すごいですよ。全然開くでしょ。これ手首は、ギューッと締まってないんですよ。手首同士が近くないというか。それは外れる。左右は締まっとうけど。ちなみに言ったら、そういった、ゴム状のやつが使うんですよ。へぇー。言ったら、うちらは紐で使やるんで、はい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 、そんだけ開かんですよ。やけ上に紐があるんで、紐でやったらもっと違うんですよ。捕まった。いや、この結構開いとるやね。左右の感覚はあるんですよ。いや、それがゴムなんですよ、これが。ゴムやから、うちらからしても前さん、ちょっと親指の関節脱臼させてくれないですか、いつものやつ。何これ、脱臼。はい。ちょっと左もちょっとハテナマークで脱臼って言ってしまう。それってあれだ、やっぱ慣れんけね。これね、リーサルウェポンでやってたんですよ。肩脱臼させるんで。それがこのゴムって、ちょっと貸して思って、これって
こうやって伸びるじゃないですか。伸びるんがいかんのですよ、うちらからしたら。だけど、うちらからしたら、ほんまの通常の、打っとるような紐あるじゃないですか。あれで縛るんですよ。だけど、ああいう風に伸びるんですよ。ああ、なるほどね。だけど、もうこうやっても、今、ぐーっと伸びよったんですよ。こうやっても、ぐーっと伸びよったんですよ。あれ伸びんと、あの伸ばしてもこんくらいなんですよ。それくらいの体勢であるんで。めちゃくちゃ肩結びになったね。でしかも今の、あの、通常からしたら結構弱めで結んだんで、あの、通常流でやったら、開いてもこんくらいです。開いてもこんくらいです。軍隊関係からしたらそこらぐらいまでで対応させる。すげえな。サビ。でも、もっと厳しく結ぶんですよ。そうね。寒いですね、確かに。寒くなってたね。ちょっと離れたらやっぱ、寒いは火かな。5.9度5.4度。数字聞いたら暖かいですね。北海道に比べたらまだマシ。うわ、寒い。北海道なんてもっと寒いっすか。北海道とか行く時がもし、こういう関係で行く時があるなら、北海道でキャンプでもしたいね。うん。数度とかそんくらいをもう、雪中キャンプとか。これ入れて。サビ。暑いよ。暑いよ。ずっと風置いとった。違うの持ってたらいい。いやいや、サビいけんかもしれない。あっち。あ、これ相当あっち。いや、こっから湯気が出るわけ。湯気出るもん。水がない。こっから湯気が出るんですよ。水がない。湯気が出る。湯気が出る。いいじゃん。これはサビだ。サブ。まあ俺ら6度には耐えれんじゃん。すごいですね。うん、これで上で寝るんでしょ。座ったまま。寝らんのか。座ったまま。座ったままで、あの毛布をくるんで、くるむんす。あの銀色のなんかペラペラのシートみたいなのあるじゃないですか。あ、はいはい。あれで役立つんです。あれめっちゃ役立ちますよ。そうなんや。あれあるとないとで全然変わる。あ、やっぱ。まあでもあれダイソーに売ってますからね。あ、違うか。グッテイか。グッテイ売りよった。ダイソーでも売りよるっす。それって、じゃあ何ですか？でも寒い時に効く。金色買ったっすよね。これの金色。あれって熱を逃がさん効果があるんですよ。おだから、もう熱を逃がさんようにするためには最高っすよ。あ、前回買ってきてもらったけど、結局使わんやったもんね。どこに引いたらいいんか分からん。あれは引くんじゃなくて、体にくくむんですよ。あ、水がこれ、蒸気が漏れるんだ。そうです。まだ前回の YouTube の企画は、ゆみさんが、その、真っ裸で、あれだけ、何年真っ裸なあれだけで、キャンプ過ごせるかみたいな。寒い。あれやったら、軍隊理由の、あの、山での過ごし方を、YouTube 許可にしてもらっても全然大丈夫です。教えますよ。教えてくれるって。レクチャー。うん、軍隊流のやり方全然教えます。軍隊流ってまたなんか過酷でしょうね。いや、コマ、ブッシュクラフト。でも、あの、あれとは全然違うんですよ、軍隊流になったら。あれが自衛隊流のテントの張り方なんです。自衛隊流と軍隊流ってまた違うんでしょ？違うっす。軍隊流の方がまだ暖かい。暖かい？ああ、じゃあ防寒がちゃんとできてるってことですね。そうですね。まあ、ストーブでいいかな。ストーブが一番いいっすよ。前田さんの二個上の松崎さんが火使ってましたからね。そうよ。山の中で火は使えません。山の中で火を使うことは禁止されてます。あ、そうなんですか？そうなの。え、じゃあどうやって、あ、だから生肉を食べるの？生肉とか、あの、非常食の蛍光用とかを持って、山で食べる。あ、火が燃えないんだ。あ、山火事になったり
とかするからですか？そう、それより山、あの日本の山とか、あの無人島とかのほとんど9割は私有地だから、あ、人が持っとるところだ。あ、なるほどですね。それで火を焚くこと自体が一般的に禁止される。あ、じゃあ冬こう暖を取るときは火を焚けないとどうするんですか？毛布って。いや、だいたいあの訓練のときは火を焚くんですけど。あ、それはオッケーなんですね。いや、そこの所有者にこれ払って、あ、これを出して、それで、あ、それで許可もらって、あ、訓練はそれでするんですよね、はい、やっぱちょっと自衛隊の訓練なもんでっていう。で、これをこんくらいの厚さを、これをこんくらいの厚さを渡してやってます。だって防衛予算のほとんどは訓練に使われてますから。ああ、なるほどですね。で、自衛隊の特殊部隊もし入りたいなら、射撃力が、射撃のあの的に当たる確率が 98% 以上じゃないと入れる。ああ、そうですよね。うん、あの100発撃って98発当たるぐらいの確率じゃないと入れる。そうですよね。もう一発で当てないけんぐらいの勢いですよね。だって多分、ね、一発で当たらんかったら、じゃあ自分は死んだ、あの死ぬことを確実に考えた方が、そろそろですかね。でも、ああいうシート、あのちょっと話変わるけど、あ、このテントのああいうシートの引き方やったら、もしほんまに寒かったとするじゃない、うん、それやったらシートを上は2つでしか結んどらんのですよ。ああ、はいはい。だけそれを外して、それをくるめるんです。自分にくるむことができるんですよ。全部自分にかぶせてしまうってことですね、うん。それができるけん。だけそれを自衛隊とか軍隊では採用します。ああ、なるほどですね。あれに。あ、テント？ストーブ？はい。過酷やね。すごい。過酷は。でも今20何人山の上におるんだろう。これは寒いです、マジで。もう訓練生時代は耐えたっすけど、 今からしたらもう耐えれんす。俺絶対嫌っす。ね、あんな服装であんな装備で対応さすなんて絶対嫌っす。いや、でも、もしその仮に死人が出たらどうなるんですか？その投資とかで。そのための無線なんじゃないですか？うん、それが出るための無線です。あ、でもそれでももし出た時には一応保険をかけとんで、保険で降りるように。あ、まあ責任は、まあ言うたらそこの、そこの団体の会長とか副会長が取る。あ、でプラスで、教官責任者、まあ教官、教、あの教官と、じゃあ、教統合官、まあ、統合の教官、教官の統合官の以上の人間の一人が責任を取って、プラスで副会長と会長が責任を取って、るぐらいの段階を持ってます。まあ自分の意思で訓練に行きますみたいな書類は書くでしょうしね。うん、まあそれでもし死亡とかしても何も問題ありませんよっていう。うん、自分がもうそのね望んでいくんやったら。そう、志願したら。誰が変でした？え？浜村。いやいや、井上さんでしょ。今こっちから聞こえた。左耳から聞こえた。いや、井上さんでしょ。左から聞こえた。ゆみさん耳がテレコになったじゃないですか。ね。奥さん、いや俺何も気づかんかったもん。左から聞こえて、まあそれはご愛嬌で。寒いもん、寒い、風ないのにね。でも山頂とかにもし常駐しとる人間が、若い人いたら、うちの隊員がおったら、訓練生がおったら、山頂の方はマイナスさしとるはずね。そうだね、マイナス3度4度は普通にさしとる。俺全然無線通用するけど、無線を対応させて油断してもいいけど。だってもうすぐそこ自分の家やけ。うちらもお邪魔させてもらおうか。寒いけど。いや全然来てもらってもいいですよ。多分今日嫁が実家帰っとるけ、子供も一緒に帰っとるけ、家帰っても誰もおらん、おらんけん全然いいですよ。奥さんはどちらの本場の出身は？嫁？どこやと思う？北九州はない。名古屋。なんで若松に住もうと思う？俺と嫁が横浜で、横浜ちゃん横須賀で出会ってから。
お産が横顔そっからこっちなんかみんなもう中に入ってやり中に入って喋ろうかぐらいの勢いです。めんどくうちは大体あのこの行事の前やったら教官助教の連中やったら朝の4時5時ぐらいまで起きとくんですよ。すごい。それをあの毎晩続けてあの眠たさをなくす。その訓練しておるけど俺も全然また眠たくなる。すごい。でどうします、まだ1枚残ってます。まあ肉はもう1枚残っとるよってもうあこの寝る体勢を勝利。え？寝る準備をされるんです。肉が残っとるけ。俺軍隊じゃないんでね、寝ますよ普通に。寒い。えでもあれでしょ？これまだ YouTube 回ったままでしょ？あ本当や。俺多分そこ入ったらだいぶぬくいなと思う。ちょっと失礼しますね。ね、いやもうここだけぬくい。ぬくいよこれ。いやでも慣れたら寒くなる。一緒やないか。一緒やないか。うまい。うん。